桑田の心が折れそうということですね。今日は原点回帰ですね。ちょっと初心を思い出したいと思います。自分がなんで歌舞伎町に店を構えているのか、なぜ経営者になったのか、そしてなぜホストになったのか、なぜ今令和の虎を考案してみそぎチャンネルをやっているのか、全てはですね因果応報原点から始まってると思うんですよ。皆さんに自分がどういう人生を生きてきたかをご説明しながら自分の人生を振り返りたいと思います。始まりは大学時代に悪友に誘われたスロットでした。僕はですね付属高校付属中学からエスカレーターで上がっていったタイプなんですよね。正直大学に行くことに何のありがたみも感じてなかったです。行っとけばいいやみたいな感覚で行きました。僕の付属高校自体は進学校だったので通常は受験するんですよ。大体マーチ以上には行く学校だったので自分はある意味落ちこぼれでした。で、落ちこぼれが何の感謝もせずに大学に行くとまあ頑張らないですね。大学時代のうのうと過ごしてました。で、そんな時に誘われたのがスロットだったんですよね。まあ、あるあるなんですけどスロットで万枚出していきなり20万が転がり込んでくるわけですよ。そんなスロットやってましたね。神奈川はほぼ制覇したんじゃないかな。行っていくうちにどんどん負けてくるんですよ。やっぱり、まあ、当たり前なんですけど学生ローンっていうものに手を出してしまって、まあ、そこで借りたものを返済に当てるんですけど返済に当ててまた金借りてみたいな、まあ負のスパイラル陥ってた時に声をかけられたんです。お兄さんイケメンですね、合コン感覚で稼げる免許っていうのがありますけどどうですか、なんすかそれ、結構儲かるみたいですよ、へーみたいな、もう背に腹変えられないんで仕事もギャンブルっぽいの行かないとやべえなみたいな、まあ足を踏み入れようってなったのが僕のホスト人生のスタートですね。当時 あのスカウトさんにじゃあ0時にここ待ち合わせでって言ってついてで面接してもらって、今でも忘れないですけどあの当時の社長に、おはよう、名前なんていうの、今いくつ、イケメンなのね、頑張んなよって言われたんですよ。こんなの面接なみたいな。で、僕今だからこういう感じですけど当時めっちゃ疑ってたんで、ああはいか、まあ、今日はい体験入店よろしくお願いします、めっちゃ疑ってた。怖いもんだって、歌舞伎町のここにエルメスジャラジャラつけてバーキン持った夜の街の男みたいな社長なのかみたいな人にそんなこと言われて、みたいなって感じになって、まあでもやるしかねえかみたいな、まあどんなもんか一回体験だしなみたいな、で体験入店5000円出るって聞いて始めたんですよね。で店始まってみたら、まあ、当時あの僕の右左に 3,4 人いて面接した人が、まあ、みんな全然普通の男の子だったんですけど、まあなんかそれで今日はヘルプついたりテーブルを片したりあとテーブルマナーってものを覚えたりみたいな、なんか優しいマネージャーさんがいて手取り足取り教えてもらってめっちゃ覚えてるんですけど、あの今日はできなくて当たり前だから、もうみんなできなくて当たり前の中からスタートしてるから一個一個やっていこう、歌舞伎町の優しい人いるんだなみたいな感じでやってって、とにかくなんかこう中心にいたい側だったんで店の中でめちゃめちゃ声張り上げて接客してたんですよね。どうもーみたいなまあドン引きされて、学生乗りと歌舞伎町は全然違うっていうのを突きつけられた瞬間だったんですよ。僕あの流星って名前はホスト時代の流星って流れ星なんですよね。流れ星にした理由があって、当時のお店のナンバー2が銀河さんって人がいたんですよ。で銀河さんめっちゃかっこいいなと思って、キムタクみたいな顔してるし銀河って名前も超キラキラしてるしかっこいい、すごいいいな銀河ってみたいな、ちょっとありえない感じになりたいから、ありえない人生を送りたいからみたいな感じで僕一等生にしようかなと思ったんです。ダセーなみたいな、もう一等生ダサいからやめようみたいな、何かなみたいな、この地の底に落ちた人生をもう一度上を磨いて頑張ろうみたいな感じでやろうって決めたのが星空、まあ、夜の街、星、月みたいな、夜月とかいろいろ考えたんですけど、やっぱキラキラ光ってたいなってことで流れ星にしたんですね。で流星ですよ。で当時の挨拶しますね。どうも失礼します、流れ星と書いて流星です。まあウケないですよね。記録作ったんですよね。こんな感じで接客してたから退入の日17択あったんですけど僕14択 NG 食らったんですよ。やばくないですか、17択中14択 NG 食らったからあと3択しかないって言われて、そんな中でもその3択のお客さんはすごい優しくなんかこうすごいすごいとか言ってくれたりとか、あともう1択のお客さんは初回の方、要するに初めてご来店されたお客さんだったんですけど、送り指名って言って一番良かった人に僕を選んでくれたんです。超嬉しいなと思ってもう名刺交換してあの連絡先も交換してシャーみたいな感じ でその日営業終了して、で社長に「ルーフェどうだった?」はい、めっちゃ楽しかったっすって言ったら、ああそうなんだ、まあ明日から頑張るなよ、次いつ出勤って言われて、それ合格ってことですかみたいな、いいじゃない
言われて、え、そんな軽いのみたいな。で、次いつ出勤かをもうシフト表に出して、まあ、週2、3ですかね、出して、その日は憧れの銀河さんにも声をかけていただき、で帰ったんです。で、僕この時に帰った時に、明日同伴したらめちゃめちゃかっこいいなと思ったんですね。これ来たぞと、とんでもねえ新人現れた。退入の次の日、未経験で本指名入れてるやつおるやんけ、しかも同伴みたいなっていう、店に向けての宣戦布告をしようと思ったんですよ。まあその日送り指名をいただいたお客様いるじゃないですか。その子にミスター&ミセス・スミス見に行こうよって誘ったの。当時ね、流行ってたブラピの映画で、それを見に行ってミスター&スミス見ながらこう手握って映画館で楽しいね、ブラピ超かっこいいね、ホストってこんな感じかなの想像力でやってました。で、映画も終わったし、夜10時ぐらいかな、飯でも食おうかで、当時のパセラに、パセラなんてちょっと高いっすよ、新人ホストからしたら。パセラリゾートっていうね、あのカラオケ屋があるんですけど、そこのレストランがあったんですよ。1人5000円以上だから、映画館と合わせたらもう1万5000円いっちゃうんですよ。ある意味ホストクラブの最低料金当時1万800円だったから、1万5000円はオーバーしてるんですよ。でもとんでもない新人来たぞのインパクトを残したいから、先行投資やと、行くでみたいな。で、パセラの飯終わりました。これどうするか前日に社長に聞いてたんですよ。同伴するにはこうしろみたいな。あ、やべえ、そろそろ飯屋行かなきゃ遅刻になっちゃうよって言えみたいな。わかりましたみたいな。で、その子に言ったんですよ。店出た瞬間、ちょっと初雪降ってたかな、行きましょうって言ったら、女の子、え、私2000円しかないよって言ってきたんですよ。お前ちょ待てよと、新人とはいえお前ちょ待てよと、俺一応ホストやぞと、お前2000円、お前何言ってんだよみたいな、笑けてきちゃって、呆然と立ち尽くして、そうなんだ、じゃあ帰ろうかって言って泣きそうでしたね。でそのままね、歩いて100、200メートルぐらいの距離にね、お店があったんで、じゃあねって言ってからとうとう歩いて出勤しましたよ。でガッと扉が開いたら、おおはよう流星、俺昨日休みだったけど店長の愛作っていうからよろしくなって言って、こうやって手握ってくれたのが当時の店長の愛作さんだったんですけど、でお前今日遅刻って言われたんですよ。どうしたの、頭に雪積もってくるよやばみたいな言われて、すいません、同伴失敗しましたって言ったら、あ、いや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 、キャッチ行こうって言われて、すげえ軽やかにキャッチに繰り出されました。でそっからもう僕のホスト人生がスタートです。理由も経緯も全てここからスタート。まあその先はまた次回お話しさせていただきたいと思います。